ネットカートは UNIX KOS コマンドラインアプリケーションの一つ。TCP や UDP のパケットを読み書きするバックエンドとして機能するツールでネットワークを扱う万能ツールとして知られる。オリジナル版より機能的に優位な派生、互換ツールが開発され用いられている。ネットカートは UNIX KOS で動作するコマンドラインアプリケーションである。TCP や UDP を扱う万能ツールとして知られ、しばしばネットワークのスイスアーミーナイフ、TCP、IP のアーミーナイフ、ハッカーのアーミーナイフなどのように評される。その万能性ゆえ、Nmap の作者として知られるセキュリティ専門家のゴードン・ギヨンが管理するインセキュア .org において、ネットワークセキュリティツール部門の常に上位5位以内にランキングされているツールである。 コビットによって作成、1995年10月12日にバージョン1.00がリリースされる。その後、ドキュメント整備や機能強化の末、1996年にバージョン1.10がリリースされる。この時点で、すでに機能面では十分なものに仕上がっており、それ以降、10年以上にわたってバージョン更新されていないが、未だに、 ネットワークの万能ツールの名は健在である。このことはツールの完成度の高さを物語っていると言える。そのため、このツールはバージョン番号を含めたアーカイブファイル名である NC110TGZ の名前で検索することで容易に見つかるものとなっている。insecure.org のネットワークセキュリティツール部門において、このツールは2000年に2位。 2003年から2006年まで4位と言ったように常に上位ランキングされている。また同サイトでは TCPIP パケットの読み書きを行うツールを意味する分類名としても用いられているほどである。このツールの対象は IPv4 における TCP パケットと UDP パケットであり、これらのパケットの読み書きが主な機能となる。以下、 同ソフトウェアに同梱されている文書から機能を抜粋して説明する。以下のように多彩な使い道があり、そのような使い方の例は、同ツールのアーカイブ内にも含まれているほか、使い道をスクリプトとして集めたサイトもいくつか存在する。NC セルバーネーム80 Get HTTP 1.0 h t t p s e r v e r n a m e 8 0にブラウザでアクセスした場合と同等の結果を http ヘッダ付けで取得し html レンダリングを行わずに生データのまま画面に表示するなお記事冒頭に示した画像も接続先がローケルホーストになっているが同様の処理を行うサンプルである n c l p 8 8 0 他の端末から http コロンスラッシュスラッシュ s e r v e r n a m e 8080のようにアクセスすることで指定されたファイルリターンファイルを創出するウェブサーバーとして機能する。なお他の端末からのアクセス時にはネットカットを実行した端末に http リクエストが表示されることになる。n c l p 1 2 5 e 他の端末からポート1025にアクセスすることで、入出力がビンシュにリダイレクトされるようになる。すなわち、バックドアとして機能するようになる。もちろん認証機能は存在せず、実行権限はネットカットの実行権限と同一となる。Windows 版では以下のように指定すれば同様にバックドアとして機能するようになる。スタート NCDLP1025 ECMD エグゼ。オプション L は、セッション切断後も継続してリッスンするためのオプションである。また、オプション D は、ステルスモードとなり、コマンドプロンプとウィンドウなしで動作するようになる。このような使い方が可能なツールゆえ、ネットカートの Windows 版は主要なウイルススキャナの半数以上によって、ウイルスとして判定されるものとなっている。 NCVNZW1 セルバーネーム1から1000指定されたサーバーに対してポートスキャンを行うポート番号の範囲は1から1000でスキャン間隔は1秒 NCLP8080ENC セルバーネーム80指定されたウェブサーバーに接続するウェブプロクシとして機能する NCI にメールサーバー25メールフロムテストエグザンプルドットコム rcpt2-test-example.com データ。C P T、はい、this is test mail. クイット指定されたメールアドレスにメールを送る。行単位での送信間隔を2秒に指定しているが、このオプションを指定しない場合、メールフロムを投げても良いというサーバーからのメッセージが送られてくるまでにメールフロムやそれ以降のデータを送信してしまうこととなるため、 具合が悪い。サーバーからの応答を待ってから送信する仕組みを即席で作りたい場合に、このオプションは有用である。ネットカットにはいくつかの派生、互換ツールが存在する。ありがとうございます。